井陽翔、某アニメの主人公になる。巨人の井上陽翔投手、23がプレミア12日本の開幕投手を務め、初回を1安打無失点という立ち上がり。だが、シーズン中にはなかった姿に SNS がざわついた。井上は初回1番バザナに6球目を宙前出されたが、この打者だけで4度投球時に帽子が飛んだ。2番ホワイトフィールドを直球で見逃し三振に仕留めた場面でも帽子が飛び、3番グレンディニングを湯頃に打ち取った際も、4番テイラーウィングローも5球目と6球目で帽子が飛んだ。初回に29を投じたが、そのうち帽子が飛ぶハプニングは8度。帽子がマウンドに来なかった場合も帽子が曲がって直す場面が1球ごとにあり、明らかに投げにくそうだった。リアル版重野五郎やん。いや待って、帽子落としすぎやろ。絶対帽子のサイズ合ってないだろ。開幕初先発ナイスピッチ。それにしてもめっちゃいいボールだな。これはジャイロボール投げてそうだな。井上投手お疲れ様でした。なんじぇ今Qチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。